そんな物価が安い国から物価が高いオーストラリアに輸出するビジネスは簡単です。例えば、ダイソー、ね、100均で売ってる商品が、これいくらで売れてるか。これアマゾンじゃなくて eBay ですけど、eBay の制約価格ですね。ね、えー、ごますじき11ドルとか、スミパック12ドル、ね、15.96倍, 15. 倍、約16倍、スミパックは10.6倍、約11倍。ダイソーの紙粘土に至ってはね、 制約は安いんですけど、送料高く取ってるんで、送料まで含めるとね、40.31倍と、ね。このとんでもない値段で売れてます。で、これね、ダイソーの商品だけでこのありさまです。で、ダイソーから、まあね、ダイソーを外して、例えばウイスキーね、ね、えー、日本で、えー、19,569円の響き17年、eBay で売れてんのは、 499ドルプラス送料、ね、5万1428円と。ゴルフのバッグ、えー、545ドル、4万5780円。これ日本で買うと2万4786円。シマノのリール、日本だと7万100円。オーストラリアだと1519ドルと、ねえー。もういかに日本で 売売っていいるるるるもののががととと高くれかかるかうわ思います、まあ、こういう商品を、ねえー、見つけるサポートをしています。まあ、さらに私が Amazon を教えるのに心がけていること。これは簡単なことでも教えると、ね。初心者が自分で調べて間違えた方法を覚えてしまって稼げなくなるのはお金がもったいないと。また私に聞けば5分で済むのに自力で何時間も調べるのは時間がもったいない。 え、サポートを受けようかどうしようかなと思ってる人がね、え、やっぱり自力じゃダメだと言ってね、2週間とか1ヶ月調べたことえ、疑問に思ってね、サポートを受け始めて、まあ、あっさり解決します。ね、大体初心者がつまずくとこっていうのはね、同じようなとこなんで、まあ、大体、まあ、この辺だろうと、これでやってませんかというと、あ、それ間違ってました。5分で済んでしまうというのがよくあります。それから、同じことを100回聞いても OK です。 まあ、むしろ関係です。むしろ歓迎です。どんどん聞いてください。成長スピードが桁違いに速いアマゾン先月の正解と今月の正解が変わることもあります。ちなみにアマゾンはね、ええー、まあ日本だ日本語で10年一昔と言いますけど、アマゾンはね、10分一昔と言うそうです。まあ、そんなえ状況なんでね、もうえ半年とか1年前の本とか、えー、ブログの記事なんてのは全然役に立たないというか、 その時正解だって言ってたことがね、とんでもない間違いの可能性もあります。だからね、どんどん聞いてください。それから、戦略づくりを重視すると。私のコンサルティングは再現性がめちゃくちゃ高いです。その秘訣は戦略づくり。何をやるかでなく、何をやめるか、何に集中するかを重視しています。私はインターネットを使って稼ごうとした時に、初歩的なことでつまずきまくりました。 ネッットショップをを作ののにどこのサービスを使えばいいいかかわらないホームページを作りたいけどドメインの取り方がわからない。ebay 輸出をしてみたいけど英語が読めなくてどうすればいいのかさっぱりわからないと。今考えるとね、えー、誰か初歩的な質問に親切に答えてくれる先生がいれば3年早く稼げたと。簡単でつまらないことにつまずいたおかげで随分儲け損なったなそう感じます。 そこでネットビジネス初心者がどんな簡単な質問をしても歓迎するサポートをしようと決意しました。私のサポートはそのくらい簡単にわかるでしょうということまで喜んでサポートします。今までに書いた2冊の本も初心者を対象にした本です。個人輸入入門、それと Amazon 質ビジネスがわかる本、本のレビューでも超初心者向けだと指摘されました。 本もそういう形で書いてますけど、サポートもさらにね、えー、初心者の方向けにサポートしてます。まあ、全くね、えー、パソコンもろくに使わなかったマリンさん、ね。サポートを受けていただいて、次の年のホリデーシーズンには利益70万円取っていただいたと。